皆さんこんにちは。美容歴25年垣内化粧品店伊沢よしこです。こちらのチャンネルでは美容歴25年の経験と知識に基づいた美容情報をお届けしています。私についてはこちらをご覧ください。今日はマスク乾板についてお話をしたいと思います。乾板、シミですね。この頬骨の上の方に出てくる、こう内側からじわっと出てくるようなシミになります。特徴としては左右対称にできるんですけれども、紫外線やホルモンバランスの乱れからくるシミと言われています。これがマスク生活が長引くことによって乾板が目立ち始めたという方が増えてきています。理由はスキンケア不足とマスクと肌の擦れからだと思います。こういったマスクのここの部分がですね、皮膚に当たって擦れることによってシミが濃くなってきたということですね。マスクを外すことはねできませんので、マスクも肌に合ったタイプのものを選ばれるということも大切ですが、スキンケアとしてはですね、とにかく擦らない、何をするにも擦らないということが大事になってきます。化粧水乳液をコットンで使ってらっしゃる方も、その部分だけは優しく抑えるように使ったりとか、気になる時は手でつけたり、そして洗顔をする時もゴシゴシこすったりしないことが大切になってきます。そしてファンデーションやフェイスパウダーをつけることもおすすめしています。やはり乾板が出ている部分というのはシミですので、日焼け止めやファンデーションをつけてカバーした方がシミは濃くなりませんし、ファンデーションが肌とマスクの間のクッションになってこすれをカバーしてくれますので、ファンデーションやフェイスパウダーをつけることをおすすめしています。今日はマスク乾板についてお話をさせていただきました。今日のお話がなるほどと思ってくださいましたら、いいねボタンやチャンネル登録、コメントなどいただけると励みになります。今日もご視聴くださりありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。